時刻はただいま2時20分を回りました。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。面と向かっては言えない心の引き出しにそっとしまってしまった大切な思いをお手紙という形で番組までお寄せいただき、朗読とピアノ生演奏を通してご紹介するコーナーですが、最近では1話完結数珠つなぎのオリジナルラジオドラマをお届けしております。アシスタントは引き続きあやさん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、このコーナーにもですね、いつもリスナーさんがたくさん聞いてくださっておりますけど、メッセージがね、届いておりますので、一通ご紹介をお願いします。はい、ふっかにゃんさんです。はい、ありがとうございます。はい、足立さん、あやさん、こんにちは。こんにちは。あっという間に7月、1年も半分過ぎてしまったんですね。数珠つなぎのドラマを追っていくうちに、残りの半年もすぐ終わってしまいそうな気がします。笑い。最近はドラマの登場人物が他の放送にひょっこり出てきたりと、引き出しの中のラブレターの世界とクロスオーバーな感じが密かな楽しみになりそうです。足立さんの紡ぐ優しい世界のさまざまな人との出会いを楽しみにドラマを聞きたいと思います、といただきました。嬉しいですね。嬉しい。これ実は先月ですね、はい、47都道府県の道でこのふっか55のラジオドラマをこう1ヶ月流してたんですけれども、それが根岸くるみというですね、はい、あの白玉さんが結構あ、ね、あのインパクトのあるキャラを演じてもらった回が流れてまして、はい、でそれがあのふっかモーニング水曜とか、はい、ファンキー山内さんの番組とかで取り上げていただいて、はい、ありがたいですね。ありがたい限りでございます。はい、ということで現実ともクロスオーバーしている、そんな引き出しの中のラブレターですけれども、今日も新しい数珠つなぎのストーリーを紡いでいきたいと思います。先週はですね、島野美智子さんに、前川直子というキャラクターでですね、うん、はい、あの河合直子さんネタで、一個ストーリーを作ったと、ね、喧嘩をやめてですね。もう本当ね、生歌も歌っていただいたんですけれども、うん、よく考えてみると、あれ100回記念の時に、はい、まあ可愛い直子ですとね、モノマネをしていただいたのがですね、うん、ちょっときっかけになってますので、はい、あ、数珠つなぎでも一回前じゃなくてもっと前から引っ張ってきてもいいんじゃないかという発想に至りまして、今日はですね、この数珠つなぎが始まった最初の頃、まだね、1話完結だけど数珠つなぎにしようと思ってなかった時に登場した荒木千恵というキャラクター、はい、これね、あやさんが演じてくださったんですが、はい、その人がと再登場するストーリーを紡いでみました。ぜひお楽しみください。ストーリーとしては、あなたはきらめく人という楽曲につながるストーリーでございます。それではどうぞ。私の名前は緑川真希。小学3年生と1年生の男の子を持つ2児の母。もともとは外資系企業で働いていたが、出産を機に仕事を辞め、今は家事と子育てに専念している。正直言って私は家事が嫌いだ。洗っても洗っても毎日出される家族の洗濯、お弁当やおやつも含めれば何食必要になるのかもわからない食事の用意、夜間や早朝勤務どころか24時間仕事が絶えないのが主婦業。雑誌で主婦の日々の仕事を給料に換算したらどのくらいの労働力になるのかという調査があった。家事代行サービスなどのお仕事をもとに主婦の仕事をシミュレーターで年収換算したところ、主婦業の年収平均年収はおよそ470万円だったそう。つまりサラリーマンの年収とほぼ同等、もしくはそれ以上になるのが主婦の仕事だ。にもかかわらず誰からも感謝されず、やっても当たり前のように思われる。こんな仕事が他にあるだろうか。そう、私は家事そのものが嫌いというよりも、頑張っても誰からも評価されないことが嫌なのだ。今朝も子供たちはなかなか起きてこない。そろそろ起きる時間よと起こしに行ってもぐずぐずしているから、つい怒鳴ってしまった。
昨日も夜遅くまで YouTube 見てるからでしょ。もうタブレット取り上げるからね。朝から涙目になる我が子に自己嫌悪。旦那は旦那で家事や子育てには無関心だし、このまま行ったらノイローゼになってしまうかも。こんな繰り返しが何年も何十年も続くなんて、私絶対耐えられない。そんなある日、私は会社員時代の先輩に会った。荒木千恵さんといって、もともとは同じ外資系企業で働くバリバリのキャリアウーマンだったが、出産を機に仕事を辞め、今は子育てに専念している先輩ママだ。お子さんは豊くんという男の子で、たくさん育児書を読んだり子育てのセミナーにも足を運んだりしている。とにかくバイタリティあふれる女性で尊敬していた。マキちゃん、久しぶり。まずびっくりしたのは千恵さんのおしゃれな服装だった。主婦をしながらそんな余裕あるの？と思ってしまった。こっちは新しいお洋服なんてしばらく買ってないのに。話をしても千恵さんの日常が充実している様子が伝わってきて、ちょっと引け目を感じてしまった。マキちゃんは最近どう？と尋ねられたので、少し苛立ちながら私は自分の現状を話した。話しているうちにだんだん感情がヒートアップしていくのを感じた。千恵さんは余裕あるかもしれないけど、私は余裕ないんです。毎日毎日同じことの繰り返しで、誰からも感謝されない。こんな惨めさ、千恵さんにはわからないですよ。それを聞いて千恵さんはゆっくりと口を開いた。わかるよ、マキちゃん。痛いほどわかるの。私ね、余裕があるからこうしてるんじゃなくて、余裕がないからこそ勤めてこうしてるんだ。そこから千恵さんは自分のことを語ってくれた。豊くんが同年代の子と比べて明らかに発達が遅いこと、落ち着きはないし時々癇癪を起こしたりすること、小学校に上がっても特別支援学級に通っていて将来を思うと悩みが尽きないこと、ご主人との温度差もあって何度もぶつかったけど、自分自身の捉え方を変えることで今では良好な関係を築けていること、我慢しすぎず自分を大切にすることは、そんな千恵さんが主婦生活で今一番大事にしていることなんだそう。続けてこんな話をしてくれた。この前ね、日本文化に詳しい先生の話を聞いてきたんだ。そうしたら払いの話になってね、ちょうど6月30日って名護市の大払いという日だったの。神社で血の輪をくぐったりして半年間の罪汚れを払うんだよね。罪って聞くと何それって思うけど、元は包み隠すっていう意味らしいの。自分の本来の価値や素晴らしさが埃をかぶって覆われてしまっている状態だから、その埃を払って元々のキラキラした自分を取り戻しましょうということ。でもね、別に神社に行ったり血の輪をくぐったりしなくても払いはできるんだって。日常で誰でもできる究極の払いというのがあって、
それが笑いなの。笑っていること、笑顔でいることが一番の魔除けみたいなもんなんだよね。特に家庭において女性、お母さんが笑顔でいることなの。お母さんが笑顔でいればその家に悪いものはやってこない。反対にお母さんが1ミリも笑っていない家ってなんか良くないことが起きそうじゃない？アメリカの心理学者だったかな、こんな言葉を言ってるんだ。楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいんだって。私これ本当だと思うの。家事してるとさ、楽しいことだけじゃないじゃない。笑えないことも日々たくさんやってくるよね。だからといってそれをそのまま顔に出しても誰も幸せにならない。よく使われる表現だけどさ、お母さんは家庭の太陽なんだからさ。お母さんが笑顔でいるとそれが家族にも伝わっていくと思うんだよね。ということを知ってさ、私自身を幸せにしようって思ったの。これは必要経費って自分に言い聞かせてね。時々好きなレストランでランチをしたり、お気に入りのバッグを買ったり、自分を後回しにしすぎないって決めたんだ。でもね、やってみて気づいたの。自分が満たされると家族のために何かしたくなるの。だってこうして好きなことができるのも家族のおかげだって思うから。そして自分じゃない誰かのために時間を使えるってすごく豊かなことだと気づくから。マキちゃんも頑張り屋さんだからさ、ちょっと自分だけ我慢してしんどい思いをしてるとするなら、一度自分を満たすことに取り組んでみてもいいかもね。今日は一日家事しません宣言とか。実は私もやったことあるよ。ちえさんの話は衝撃的だった。途中何度か、それはちえさんだからできることでしょ？という言葉が口から出かかったが、それも自分の可能性を包み隠す罪なのかもしれない。それいいかも、と笑いながら取り入れることが今の自分に必要かもしれない。次の日曜日、私は勇気を出して今日は一日家事しません宣言をしてみた。旦那と喧嘩になるかもしれない。でも何かを変えなきゃどこかで限界が来る。今回ばかりは絶対に譲れない、そんな気持ちだった。いいよ。返事はあっさりしたものだった。え？いいの？たまには羽を伸ばしておいでよ、という旦那に正直拍子抜けしてしまった。こうして私にとって念願のフリーな一日は実現した。行きたかった場所に行き、買いたかったものを買い、食べたかったものを食べ、私は一日を満喫した。洗濯も掃除も食事の準備も何も考えなくていいなんて、なんて最高なの。楽しくて仕方なかった。でもお店で買い物をしているとき、気づけば子供服売り場に行って洋服を選んだり、旦那が好きなお酒をお土産に買いに足を伸ばしている自分がいた。
自分が満たされると家族のために何かしたくなるの。ちえさんの言葉がふと頭に浮かんだ。ただいま。私は満面の笑みで帰宅した。家に帰ると食事が用意されていた。おかえりと迎えてくれる旦那と我が子に私は感動してジーンとしてしまった。二人へのプレゼントを渡し、ありがとうと心の底から感謝を伝えることができた。そして翌日月曜日を迎えた。また怒涛の一週間が始まる。でも私にはいつもと全く違う一週間のスタートに思えた。私はエプロンをつけ台所に立ち、鼻歌を歌いながら料理を始めた。はい、そろそろ起きる時間ですよ。ママ、まだ眠いという我が子に対して、なんだと、そんなやつはこうだとこちょこちょくすぐりながら、我が家の一日は笑顔で幕を開けた。ママの一日は慌ただしい、あれこれする間に夕食の準備、自分の時間はいつも後回し、素晴らしき人、大丈夫、あなたはきらめく人、心配しないで考えてごらん、まんまで泣く人としてできることを、レストランでランチをしてみる、お気に入りだったバッグを買ったり、思いつくことが夢になるよね、思いついたことから始めてみる、できることを。以上、引き出しの中のラブレターでした。